上の個人戦72キロ超級安藤紀子が2連覇を達成。世界選手権銀メダルの貫禄を見せつけました。また男子無差別級では天理村本が第1シード大牟田高森を破り優勝。さあいよいよ今日は高校日本一をかけた男子団体戦です。この放送は新鮮おいしさ安心当たり前をお届けする全農山本山大和証券とご覧のスポンサーの提供でお送りします。柔道をしている高校生にとってここ東京九段の日本武道館は憧れの場所。その日本武道館に今年も各都道府県の予選を勝ち抜いた52校が揃いました。16回目を迎えた全国高校柔道選手権、あのバルセロナオリンピックのゴールドメダリスト古賀選手と吉田選手、そして去年カナダのハミルトンで行われた世界選手権のチャンピオン中村兄弟もこの大会で大活躍をして世界へ羽ばたいていきました。今年も有望選手はたくさんいますが、勝ち抜き戦だけにそんな選手にとって活躍の場は十分です。果たして高校柔道日本一の栄冠はどのチームが勝ち取るのか。全国高校柔道選手権全国31局ネットでお送りしてまいります。さて放送席ですが、解説はおなじみのモントリオールオリンピックゴールドメダリスト、そして現在全柔連男子強化部長の上村春樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上村さん、今年は重いクラスにかなり有望な選手が多いようですね。そうですね、昨日個人戦で優勝しました村本、それに高森、吉永、その他にも将来楽しみな選手たちがかなりの数いますね。そうですか。そんな選手が果たしてどんな活躍をするんでしょうか。それでは早速各地区の予選を勝ち抜いた出場52校を VTR でご紹介してまいりましょう。北海道東北からは9校、東北地区は秋田を除いて去年と同じ顔ぶれです。全道1を争う北海道大会決勝は旭川大高のエース相原が踏ん張り、2人を残して北海を振り切りました。最後の力を持っていく、ここで試合終了。六大全道優勝。秋田県大会は秋田高校78キロの奥村が積極的な柔道で攻めていきます。最後は鮮やかな一本、3人残しで秋田警報大付属を下しています。関東北信越は15校、世田谷学園、国士舘、東海大相模といった優勝候補がひしめく中、茨城の水戸短大付属、東京の日体荏原が初出場です。東京大会決勝は世田谷学園が底力を見せました。大外を返しましたね。返していきました三谷、これで技あり一つずつになりました。1年生の石橋です。国士舘はエース高橋が引き分けられて万事休す。世田谷学園エース青木温存で国士舘を下し7度目の優勝へ好発進です。神奈川県大会、去年悲願の全国優勝を果たした東海大相模、今年も桐蔭学園を寄せつけません。一本です。足車
です。2年連続の優勝へ向けエース小塚エンジン全開です。千葉県大会八千代松陰の191センチ145キロ吉永が決勝でなんと3人抜き、逆転で習志野を下し3年連続7回目の全国大会出場です。富山県大会は小杉が今年も強さを見せつけました。名門小杉8年連続15回目の出場です。大井がこれで一本勝ち2人抜き。東海近畿は11校、去年ベスト8の静岡沼津学園は3年連続、ベスト4の天理は16年連続の全国大会出場です。静岡県大会は個人戦第7シードの沼津渡辺が大技を連発、3人残しで浜松北を下しました。渡辺の試合一本勝ち。北海道はどうしても有利ですね。この有利な左が渡辺です。奈良県大会は天理が近畿大会準優勝の盛況に圧勝です。強い有効十分の組み手に近い状態が落ちた。福島さんひっくり返りました。寺田2人抜きました。中国四国は9校です。島根は今月松江第一から学校名が変わった海星が出場、近大福山は11回目の全国大会です。16年連続同じ対戦となった決勝戦、近大福山はエース上口が豪快に2人抜きです。一本です。判定に伝えて一本、自信に満ち溢れています。昨日の試合とはね、はい、別人のような感じですね。技あり2本、判定1本、近大福山高校優勝。九州は8校、福岡県は個人戦第1シード注目の高森擁する大牟田が11回目の全国大会出場です。阿波が見事に逆転で桑原を破って大内刈り返した。日本大内は桑原に返した。さすが高森。残り50秒エロップ大外刈りに行きます。背負いに行った。日本高森鮮やかな一本勝ち。大牟田高校2年連続6回目のこれで優勝です。こうやって見てみますとね、各地区の有力校本当に強く見えるんですが、今年はもう絶対の優勝候補というのはいないようですね。そうですね、まあ、全体的な力からするとですね、世田谷のが一番いいんじゃないかと思います、はい、その他エースを擁する天理、東海大相模、それに大牟田、福士館あたりが上位上がってくるんじゃないでしょうかね。このあたり本当に楽しみですよね。そうですね。それではコマーシャルを挟んで、この後は組み合わせと各地区の注目校、そして話題校をご紹介してまいります。それでは組み合わせをご覧いただきましょう。まず A ブロックです。2年ぶり7回目の優勝を狙う世田谷学園が第1シード、東北ブロック1位の東北、全道優勝の旭川大高がどこまで食い下がるか。そして B ブロック、シード校は近大福山と去年悲願の初優勝を果たした東海大相模、その2校を脅かすのが3年連続出場の埼玉栄です。ウェイトリフティング、陸上、相撲などさまざまなスポーツで高校日本一に輝く埼玉栄高校、柔道部も就任7年目を迎えた本松監督のもと、めきめき力をつけ全国レベルに上がってきました。チームの雰囲気は明るく自由、髪の毛は今年から坊主頭をやめて大会に臨みました。さらに試合の直前まで音楽を聴いて気分を盛り上げます。キャプテン中野、リズム感あふれる柔道で一本勝ち。勢いづいたチームは新野が全て一本勝ちの5人抜きを果たし、全国大会出場を決めました。キャプテン
の喜びの表現も個性的です。自由な分だけ練習は厳しくやるがモットー。38歳本松監督も汗まみれになって選手と一緒に練習します。監督と選手、気持ちは一つ。打倒シード校。去年準優勝の大牟田をはじめ、沼津学園、東海大に、国士舘と強豪ひしめく C ブロック。そんな中、文武両道、土佐が嬉しい初出場です。大牟田高校はエースの高森慶吾が登場してきました。この高森が抜き返せるか、このぞ。さあ、最後まで激しく違っている両選手。倒れた。準決勝、抜き続かれた。おー、決勝一本。一気の踊りで見ていました。これは一本。大違いです。高森がなんと4人抜き。記憶にまだ新しい去年の準決勝、日本武道館を沸かせた高森はレギュラーただ一人の1年生でした。しかし今年のチームは1年生が主体。2年生になった高森は人望が厚く、チームの大黒柱として1年生を鍛えます。チームを引っ張っていってもらって、自分としても頼れるキャプテンだと思います。チームをまとめる力があるキャプテンだと思います。自分が技がかからなくなった時とかに優しくこうアドバイスをしてくれるので、優しく、はい、とても助かります。後輩たちがいい試合をした時は自分もすごく嬉しいんですよ、なんか人事じゃないみたいに、だからやっぱり常にいい試合をしてほしいですね。後輩たちと全国制覇は達成できそうですか？やればできると思います。ライバル校の名前が書かれた黒板。メゾーキャプテン高森、頭の中では決勝までの戦略がすでにできているのでしょうか。土佐校キャプテン島崎くんにドキッ。有数の進学校で知られる高知県土佐高校。そんな土佐高校の中で柔道部キャプテン島崎くんは成績がなんと学年でトップなんです。東京大学でやってます。あなたの柔道の信条ってありますか？どんな相手にも逃げる柔道はしたくないんです。あなたはシャンプーです。好きな女の子のタイプは？ありますけど。どんな？可愛い。とりあえず初戦突破を狙いたいと思います。そして周りの2選手の技とかを盗んでいきたいと思います。頑張れ島崎、日本武道館が君を待っている。最後に D ブロック。シード校の小杉と天理に対し力を持つ阿波八千代松陰も面白い存在。北海は南北海道大会を制しての初出場です。南北海道大会、上昇東海第4の16連覇をなんと4人抜きで阻んだ選手がいました。斉藤が来た。決勝まで目前。残り時間が少なくなってきた。北海高校初優勝。斉藤、その名は斉藤聖剛。体重88キロの1年生です。札幌市にある北海高校、柔道部は旧制中学の時に全国優勝した伝統があります。斉藤選手はそんな道場に小学生の頃から一つ下の弟と通っていました。今もこの春北海高校に入学する弟と練習は一緒です。そんな二人を見守る斉藤文夫監督は実は二人のお父さんです。息子を連れて選手にして、で、全国大会に出るっていうのがやっぱり夢でしたから、まあ、それが一つ、まず一つ一段階で超えたなっていう感じがしてます。一つ一つ大切に自分の柔道全部出せるようにして、柔よく5を制すから取った名前
成功。親子の夢は晴れの日本武道館で花開くか。インターハイ優勝13回、この大会も5回の優勝を誇る奈良天理高校。常に高校柔道界の第一線を走り続け、卒業後は日本代表選手、そして数多くの世界チャンピオンを送り出してきました。やっぱり練習しかないと思うんですね。もちろんあの素質があったりですね、いい選手も入ってきますけれども、やっぱりしっかり寮の生活の中でですね、協力し合って練習に全精力を傾けて頑張るというのが一つの大きな伝統だと思います。去年1年生ながら個人戦準優勝を果たした村本を中心に、天理高校第6回大会以来の10年ぶりの優勝を狙います。上村さん、やっぱり有力校というのはこう常連のところが多いんですがね、やっぱり初出場となるとなかなかユニークなチームがありますね。そうですね、文武両道がいたり、それとも何十年もかけて復活して学校ありですね、面白いですね。そうですよね、そういったチームがこの日本武道館で1回戦2回戦どういう風に戦うのか非常に楽しみです。それではこの後は1回戦2回戦をダイジェストでご覧いただきます。初戦突破が目標、初出場の土佐ですが、1回戦大谷との試合は大谷に1人抜かれて中堅の島崎が登場しますが、その島崎も大谷の時報今岡に小外で崩されてそのまま抑え込まれて一本負け。大型チーム大谷の勢いを止められず土佐は1回戦敗退。島崎にとって憧れの武道館での試合はわずか13分で終わってしまいました。何もできないまま終わってしまったんで、ちょっと悔しかったです。力負けなんで後輩たちに来年もここに来れるように託したいです。北海倉吉北戦はまず先鋒戦、倉吉北の先鋒磯江が背負いで40秒一本勝ち、1人リードします。しかし北海も1人取り返して中堅戦、山本が大内で一本勝ち、1人リード。北海は副将の佐々木がポイントを上げて勝ちました。大将斉藤温存で2回戦に進出しております。さて次は第1シードの世田谷学園です。初戦2回戦の相手は東京学館新潟でした。世田谷学園強さを見せつけました。先方の向井はまず開始早々払い腰で1本、さらに優勢勝ちで2人を抜きます。向井が相手副将と引き分けた後、次鋒木下が相手大将から小外で1本を取り余裕の4人残し、それでも監督はまだまだ硬いですねというコメントでした。埼玉栄高校注目の中野選手は1回戦は出番なし、そして2回戦近大福山という大きな鍵となる敗戦でぶつかった相手がこの上口、195センチ130キロ、残り40秒この背負い効果を取りまして上口を下して嬉しい嬉しい埼玉栄上位進出となりました。去年エース高森の活躍で準優勝の大牟田、2回戦大谷との対戦は徳永に続いて中堅の谷口も残り1秒、この背負いで有効取られ苦しい展開となります。ここで個人無差別第2位の副将高森に全てを託しますが、昨日左肩を痛めた高森、いつもの動きが見られません。終了間際この小外狩りもポイントにはならず、結局引き分けに終わります。大谷が3人残しで大牟田を破り、去年の準優勝校大牟田まさかの初戦敗退です。優勝候補の天理は順当に1人リードしますが、北海のエース副将の斉藤が大活躍します。まず中堅の寺田に終了間際ポイントを上げ退けます。さらに個人戦のチャンピオン村本に対しても有効奪い優勢勝ち。この時村本は右肩を痛めます。さらに斉藤は吉田にも反則勝ち。天理の三枚看板が斉藤一人にかき回され、初戦でまさかの天理敗退です。大牟田、そして天理がこの初戦で敗れるという大波乱が起きました。そして初出場土佐高校のキャプテン島崎くん、この武道館の思いでしっかりと胸に刻み込まれることでしょう。それではこの後は準々決勝をご覧いただきます。準々決勝です。左側から東京の世田谷学園、そして右側から北海道の
旭川大学高校。世田谷学園は今年は7回目の優勝を狙います。一方2回目のベスト4進出を狙います。北海道の旭川大学高校、地元北海道では極大校と言われています。まず岡崎が背負いを見せました。旭川大学高校の先鋒岡崎、そして世田谷美希が打ちました。技ありを取りました。世田谷は三本柱の一人三谷を起用しましたが、その三谷がこの内股でまず技ありを取りました。技あり一つリードしています三谷。争いは厳しくなります。ここで両者に指導です。国際ルールで行われています。去年から国際ルールで行われるようになりました。この全国高校柔道選手権、ちょっとお互い技が出ませんか。そうですね、あの岡崎の場合ですね、もう技に取られてますから、このままですと負けてしまうんですね。もし、ま、あの負けてもいいですから、もっともっとですね、疲れさせて次の人に渡さないといけないんです。両選手に指導ですが、三谷の方が技あり一つリードを奪っています。世田谷はこの先方三谷、自暴に向かい中堅アンビル、そして武将に青木、大将には木下が控えています。これで3分の試合時間が終了しました。まず先方戦は世田谷学園の三谷が技ありで旭川大の先鋒岡崎を下しました。よく入ってますよね、その辺。さて、世田谷が一人リードして二方との対戦になりました。世田谷の三谷、世田谷の次方は中尾です。177cm、100kg、 一方の三谷 175cm、98kg、 ほとんど体格的に差がありません。両選手の戦いになりました。三谷が奥襟にがっちり掴んで、そして引き手も掴んでいます。これは三谷の体勢ですかね。そうですね、もうこの体勢だと三谷内股いけますからね。内股一本決まりました。先方に続いてこの次方中尾も仕留めました。電光石火、見事な内股、よく回して投げてます、これで世田谷学園が2人をリードしました。世田谷学園先鋒三谷が2人を抜いて、旭川大高校中堅の高杉との試合になっています。まず先鋒の岡崎を内股技ありを取って勝ちました。そして中尾には見事に一本勝ち。なかなか引き手が取れません三谷。この辺りはやはりこの高杉選手が持たさないようにしてるんですかね。いや、あのお互い喧嘩やつのはなかなか持てないんですね、はい、だからいかにですね、早く動く、あるいは足技を牽制して相手の引き手を捕まえるかなんですね。なるほど、岩崎監督が厳しい表情で見つめていました。旭川大高校掴んだ先に岩崎の技を出す、ここで返した、有効になりました。相手が技に来たところをですね、裏投げなんですね。重たいから上がってませんけど裏投げで返した、はい、そして寝技の攻めに行っています。相手がですね、気にして払い腰来たところを一回出し抱えて、これで裏投げなんですね。あ、そうですね、この相手中堅との試合でも有効的ポイントをリードしています。三谷です。さあ、引き手を掴んだ先に岩崎、いや、高杉が技を出す、これも裏投げに行くか、技あり、
しかし出陣2人は一本を指しています。一本、またまた一本が秘密や裏投げ決まりました。払い腰来たところちょっと強引なんですね。膝が伸びたところ裏投げで返します。これで三ツ矢が3人を抜きました。もう一回ご覧いただきましょう。なかなかでよく踏ん張ってそれから返しますよね。しかし力もありますね。この三ツ矢が3人を抜きました。三ツ矢はこれが4人目の選手です。前方で出て3人を抜いています。内股ですが相手が腹ばい逃れます。内股有効を取りました。4人目のこの笹村からも有効を取りました。三ツ矢、この三ツ矢勝負どころがいいですよね。まあ、あのチャンスだと見たらそこを絶対逃がさないと、まあ、内股に行ったり裏投げに行ったりですね、なかなかいい選手になってきました。組み手は不十分なんですけどね、体を回して預けるのがうまいです。このあたりのこのひっそい内股はね、あのオリンピックチャンピオンの吉田選手みたいな、ね、感じもありますよね。そうですね。そういえば行動学者に吉田選手が随分練習に来てましてね、この三ツ矢選手も随分あのバルセロナオリンピックのゴールドメダリスト吉田選手とも稽古を積みました。持田春也監督、立っているのがエースの青木ですが、ちょっとこの試合も出番がなさそうです。すでに3人を抜いた三ツ矢が4人目も抜きました。世田谷学園の先方の三ツ矢が4人を抜いた後、今戦っているこの右側の相原に効果を取られまして抜き返されました。そして世田谷学園は現在技法の向井返しましたが、両方とも腹ばいです。世田谷学園が大きく3人をリードしています。もう旭川大学高校としては後がありません。もうこの相原がこの後の向井、そしてアンビル、青木、木下と抜いていくしかありません。しかしこちら向井も176cm、116kg、大きな選手。果敢に相原が背負いを見せますが、その背負いで先ほど三ツ矢から効果を取りました。しかしこの向かいにはかかりません。待てがかかります。試合時間は準決勝までは3分で行われています。現在残り28秒、必死に指示を飛ばします。旭川大学高校の岩崎監督、7回目の優勝を狙います世田谷学園高校、準決勝進出が濃厚になってきました。残り時間がだんだんとなくなってきます。残り10秒を切っています。相原が技を出さなければいけませんが、ここで試合時間終了。世田谷学園高校、結局3人残しでこの旭川大学高校を抜きました、破りました。準決勝進出、先方の三ツ矢が大活躍しました。そしてこの次方の向井が踏ん張って、世田谷学園高校が準決勝進出です。ご覧いただきましたように、世田谷学園高校対旭川大高校の準々決勝は世田谷学園の先方の三ツ矢が4人抜き、余裕を残して旭川大高校を3人残しで下しました。そしてこちらのゾーンは近大福山高校と埼玉栄が3回戦で対戦しましたが、埼玉栄が勝ちました。
結局東海大相模とこの埼玉栄との準々決勝となりました。試合前円陣を組んで気合が入った東海大相模、対戦相手はノーシードから勝ち上がってきた今回の台風の目埼玉栄なんですが、先方の新野がなんと背負い投げ一本勝ち、先手を奪いました。それに対して東海大相模は次方の一戸が抑え込みで一本勝ち、結局その後両者譲らず代表戦になりました。対戦は大将戦と同じカード、中野対小塚、東海大相模の小塚が小内刈りで効果を奪います。これで東海大相模見事に準決勝進出を決めました。去年準優勝の大牟田が初戦敗退という大波乱が起きましたこのパートです。結局京都代表の大谷高校と東京代表の国士舘高校との準々決勝となりました。この試合は国士舘の先鋒伊藤が大活躍を見せました。まず大谷の先鋒泉を破った後、次方の中川も横四方固めで一本勝ち、中堅今岡には小外で技ありを取られますが、この逆転の送り襟締めでまたも一本勝ちです。大谷も中堅の今岡が一人を抜き返しますが、国士舘は中堅の近野が大谷の大将穂田をあっさりと抑え込んで3人残し、国士舘大谷を破って初のベスト4進出です。天理が敗れて全く分からなくなりましたこのパートですが、結局昨日の個人戦ベスト4の吉永を擁します千葉県の八千代松陰高校と富山の名門県立小杉高校との準々決勝となりました。先手を取ったのは小杉でした。先方戦引き分けた後の次方戦、高永が技ありを取って小杉一歩リード。しかしここで八千代松陰の大男吉永登場。ビッグな体格を生かして吉永がまず中堅の米林に横四方固め、全く動けず一本勝ち。さらに副将の谷口雄も揺るがせて横四方固めで連続しての一本勝ち。ビッグな吉永が千葉八千代松陰を初めてベスト4に導きました。それではこの後は準決勝の第1試合、東京の世田谷学園対神奈川の東海大相模高校の戦いをご覧いただきます。左側の東京の世田谷学園がなんと11年連続の準決勝進出、一方の東海大附属相模高校も8年連続の準決勝進出です。まずは先頭戦、左側世田谷学園が木下誠、一方の東海大附属相模高校、東海大相模は金杉博美です。例年ですと上村さん、本当に世田谷が小さくて東海大相模が大きいんですが、今年は逆転しましたね。そうですね、もう全くいつもの正反対になりましたですね、本当に世田谷学園は今大会屈指の大型チームです。一方の東海大相模は今年は100キロを超える選手は1人だけしかいません。本当に例年になく小さいチームになっています。この前方戦も木下は180センチ110キロ、一方の金杉176センチ102キロ。世田谷学園は去年この準決勝で有利に試合を進めながら、あの大牟田の高森に4人抜かれて逆転負けを喫しました。世田谷学園と東海大相模の準決勝の第1試合、先鋒戦はまだ両選手ともポイントがありません。双方に指導が与えられました。先鋒は木下と金杉です。世田谷学園先方の木下、そして東海大相模の先方金杉、両方ともポイントを取ることができませんでした。この試合は引き分けです。準決勝の第1試合、東京の世田谷学園対神奈川の東海大相模高校、世田谷学園にとってはどうしても勝負をかけたいというこの次方のアンビルが登場してきました。先方の木下対そして金杉の試合、これは効果を取りました。金杉の試合が引き分けた後、まずアンビルが足技で効果を取りました。アンビルは身長がありますからね、まあ、一戸もですね、不用意に受けてしまうと今みたいにコストで
倒されてしまいますよね。この準決勝まではさあこの小外強引なんですけどね、体を預けて、決勝戦は4分ですがこの準決勝までは3分で争われます。これで効果ポイント2つのリードになりました。そして試合時間終了。技巧戦はアンビルが東海大相模の技巧一戸を破りました。試合時間が残り1分半を切っています。なんとか抜き返したい東海大相模、しかしここまでポイントがありません。逆に両選手が指導を受けています。右の左の足を飛ばしたアンビル。このアンビルは一人を抜いています。東海大相模の樹高一戸を小外刈り効果2つを奪いまして抜いています。やはり引き手の争いが激しくなります。打ちました。場外ですね。いいところは入りましたが惜しくも場外。体が大きいですからね、持っていってしまうんですね。今度の新しい国際ルールだとですね、今の、あの場内なんです。技が入った時が場内であれば、あの時連絡でトントンと言っても場外出てもですね、場内になってしまうんですね。なるほど。それはいつからになるんですか。これは4月1日からですね、日本は開始します。もうすぐですね。ちょっと大沼選手が足の、手の指を痛めたようで、その治療を行っています。治療というかテープを巻き直しているんでしょうか。現在世田谷学園が1人をリードしています。過去ちょっと苦しくなりました。本当に厳しい表情になっています。東海大相模高校林田監督、東海大 OB 就任19年目、去年悲願の初優勝を遂げました。この東海大相模高校ですが、また大沼が右の指を痛めました。試合時間は残り30秒になっています。主審の合図で試合再開。距離を抜いたアンビル。これは場内です。技あり、アンビルの技ありが出ました。得意の払い腰が出ました。ここで入られてしまうとですね、もう持たないんですね。あれで強引に参ってます。やはり体がない分飛んでしまいました。東海大相模大沼、アンビルが払い腰で技ありを取りました。そして残り時間がありません。試合時間終了です。アンビルが一度下に続いてこの中堅の大沼も下しました。そして今度は払い腰で技ありを取って抜きました。東海大相模高校苦しくなりました。世田谷学園高校が2人をリードしました。もう強引なんですけどね、やっぱ背が高いから持っていけますね。世田谷学園高校、このアンビルの活躍で2人をリードしました。ここまでは新鮮、おいしさ、安心、当たり前をお届けする全農大和証券山本大和、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは新鮮、おいしさ、安心、当たり前をお届けする全農 D
DC カード藤田とご覧のスポンサーの提供でお送りします。中堅の向かい、一方の東海大相模は大将の小塚です。世田谷学園が2人をリードしています。2号で登場したアンビルが期待通りの活躍。東海大相模の2号の一戸平、そして中堅の大沼を下しました。そして副将の大隅と引き分けました。現在対戦しているのは世田谷は2号の向かいです。中堅の向かいです。一方の東海大相模は大将の小塚。先ほど東海大相模高校は準々決勝埼玉栄とこの大接戦の末、小塚が勝つも効果ポイントを奪ってこの準決勝に進出してきました。おお、これは向井だけに指導。東海大相模の小塚がポイントの上でリードしました。そして内股を狙っていきます小塚。今度は大内刈り、これは場外。このまま両選手にポイントがありませんと向井が指導を取られている分、小塚の勝ちになります。世田谷学園が2人をリードしていますが、この試合は東海大相模高校の小塚がコースポイント1つリードを奪っています。この背中が見えている向井が指導を取られています。まもなく試合残り30秒を切ります。向井が技を出します。逆に小塚の内股は入りません。残り25秒を切ります。さあ左からの背負い投げ、こちらが世田谷学園高校の持田晴也監督です。世田谷学園そして日大の OB。 もう向井はですね、一か八かやらないといけないんですね、これも指導でも負けは負けですからね。まもなく試合終了ですか。試合終了です。ようやく東海大相模がポイントは、技のポイントはありませんでしたが、反則ポイントで世田谷学園を1人抜き返します。小塚は行くしかありません。ここまでは両者に指導、まだ優劣ありません。小塚が行く、逆に体操という力や、残り30秒を切りました。場内の声援も非常に大きくなってきました。小塚が右の小塚を見せましたが潰れます。残り15秒を切る。このままいきますと世田谷学園決勝進出が決まりそう。残り11秒。残り11秒でこの東海大相模小塚、何かポイントが取れるんでしょうか。もう小塚のチャンスとしては組み際にですね、もう一発を思いっきり捨てる。登場した アンビルが活躍しました。この試合世田谷学園高校持田晴也監督を率います。まずは決勝進出を決めました。
吉永に全てをかけてきました八千代松陰高校。先鋒戦、八千代松陰高校が思い切ったオーダーでこの吉永を先鋒に持ってきました。そしてその吉永が指導ポイント1つリードを奪っています。一方の国士舘高校の先鋒は近野。やっぱりこの吉永にこれを巻き込んでいきましたが効果まではいきません。やっぱり見てますとこの大きい吉永に奥襟あるいは背中を持たれて苦しそうですね。そうですね、もう技がどうしようもないって感じですね、もう強引なんですね、まだ技そのものはね あんまりできてないんですが、ただ思いっきり自分の体を使ってます。小川直也がですね、ちょうど出てきた時こんな感じだったんですね。何が何でも前に出て相手をへばらしてしまうと、まあ、ほとんどの選手は3分しか持ちませんからね、これやられますと、その小川選手も非常にこの吉永選手に興味があるということでね、今日1回戦からこの吉永選手の試合を見つめていました。先鋒戦残りが間もなく30秒を切ります。起動ポイント1つ、この吉永が終始攻勢でリードを奪っています。思い切ったオーダーでこのとにかく吉永で何人ぐらい抜いてほしいという希望はありますかね。まあ、最低3人は抜きたいところでしょうね。3人国士舘としてはですね、まあ、時報までどうにか止めたいっていう、気持ちじゃないでしょうか。はい、国士舘のオーダーは近野、伊藤、佐藤、今野、高橋、エースの高橋が大将、そしてナンバー2の今野が副将に控えています。またがっちりと相手の背中を掴みました。吉永です。残り8秒で待て。おお、今の吉永の指導は片入りとみなされてしまったんですね。強引に倒したが、公開上のポイントはありませんでした。そして試合時間終了。吉永痛恨の片入り指導を取られてこの試合引き分け。八千代松陰の奇襲は実りませんでした。押し勝った吉永、吉永抜くことはできませんで引き分け。さあこれになると八千代松陰は苦しくなります。今のは効果ぐらいありましたけどね。そして抑え込みに入りました。寝技はこのチームの中で一番という伊藤が抑え込んでいます。逃げましたよ、逃げました八千代松陰、足は逃げました。しかしこの寝技10秒1メーターで効果を取りました。そして再びこれは抑え込みに入りました。国士舘高校の1年生の伊藤、とにかく寝技ではチームナンバーワンというこの伊藤が得意の寝技横四方固めに入っています。抑えられているのは八千代松陰高校が、また逃げた、また逃げて、これも15秒効果になります。よく逃げましたね、今がっちり決まってたんですけどね。これで国士舘高校の次方の伊藤勇が効果2つリードを奪いました。いずれも抑え込み、しかし抑え切ることはできませんでした。技ありを取りました。谷落とし有効ですね、有効ですね。失礼しました。コーチ狩りです。コーチ狩り失礼した。足取り投手を見せました。そしてまた寝技に入ろうという伊藤、足取り投手で有効を取っています。そして今度は縦四方固め入りました。今度はガッツ、しかし力が強い、力が強い。今度は決まりましたね、今度は横章。しかしこの足選手のブリッジ力というのもなかなかのもんです。抑え込みから今
ご覧のように15秒経過。ちょっと力尽きました。高橋選手動けなくなりました。あと5秒で1本になります。野球長身足を横四方固め一本勝ち。これで国士舘高校が一人をリードしました。国士舘高校と千葉の八千代松陰高校は東京の国士舘がこの伊藤が今寝技で一本勝ち、一人をリードしています。背負い投げ、現在の八千代松陰高校は中堅の三田です。一方の国士舘高校は次鋒の伊藤勇。左のこことは公開上のポイントがありません。この辺りはこう三田選手が寝技の攻めに行くかと思ったんですが、伊藤のねこの先ほどの寝技見てますんで行かないですね。やっぱりそうですね、あの下になってからしぶといですからね。8技で勝負をしたい三田、伊藤なんとか寝技に持ち込みたい伊藤です。八千代松陰高校は先方に起用した吉永が結局引き分けました。抜くことができませんでした。非常に苦しくなっています。現在1人リードをされています。盛んに足技を見せました。そして内股を見せます伊藤勇。さあこの寝技に持ち込めるか伊藤。効果ですね、今の伊藤の大内刈り。効果を取りましたが、そしてここからの寝技がひどい伊藤です。さあ抑え込みが入りました。さすがにこの寝技チームナンバーワンチームだけありますね。しぶといですね、下から行ってですね、相手を安心させておいてひっくり返して抑えますからね。先ほど大内で効果を取っておりますが、これはどうやら抑え込み、再び寝技で連続一本勝ちになります。一本になりました、伊藤勇。八千代松陰の秋に続いてこの三田も寝技で一本勝ち、横四方固め一本勝ちを決めました。今相手がかけてきたところをですね、それでもつれた状態で内股から大内刈りでいくんですね。これで効果でつかさどりましたね。これうまいですよ、この下から相手をひっくり返してですね、はい、これで国士舘高校この伊藤が2人を抜きまして、国士舘高校自体も2人をリードしました。2人をリードしました国士舘高校、東京の国士舘高校です。一方2人抜かれて苦しくなっています千葉の野球商品。打ちました。ラウンドがこらえた伊藤、さすがにこの辺りブラタ積極的な攻め、ガンガン行きます。なかなかいいですね、今の内股も引き手さえですね、きちんと引いてたら一本の技なんですけどね。ブラタ龍一選手、龍一選手172cm、80kg。 しかしこの寝技は危ないぞ。伊藤は寝技に必死になって立ちました。しかし八千代松陰はこの先ほどの吉永選手だけのチームではないんです。この村田が今日は10試合戦ってここまで6勝して4引き分けとね、なかなかいい技を持ってますね。スピードもありますし気も強そうだし、
ただオーダー的には今までのオーダーはこの村田の方が先に出てきました。村田である程度リードを奪って、そしてその後こう吉永で仕留めるみたいなパターンが多かったんですが、今回は逆のオーダー、吉永が先に出ています。そして副将で出てきましたこの村田、この村田で抜き返しませんと八千代松陰としてはもうこの決勝進出の目は全くなくなります。足を飛ばした伊藤、大外を狙います。村田、試合開始当初のような連続した技は出なくなりました。この村田です。体落としの形を見せました村田。どうですか上村さん、この村田は今日11試合目、やっぱりちょっと疲れはありますかね。まあこのカードでですね、重量級を相手に戦ってきてますからね、かなりあの疲れてきてると思います。ただ斉藤の方もね、伊藤のですか、はい、もう寝技でずっと2本取ってますからね。に技が切れますね。いいですね、回転も非常にいいし、いい技です、ご覧いただきましょう。相手が内股をですね、飛ぼうとしつかそうとしたところをうまく取ってますね、はい、現在国士舘高校は副将ポイントゲッターの一人今野です。一方野球勝員は大将の太田。さあ2回目の寝技の攻めを見せます。今度腕を取りました、繰り返しましたが左の肩は決めています。はい、抑え込みに入りました。横潮が固めに入っています。がっちりと決まってますね。しかしこの辺りは先ほどの伊藤の2回の寝技といい、本当にこう寝技の国士舘という面目焼きのって感じですね。そうですね、よく寝技は鍛ってありますね。間もなく一本になります。今度横丁固め一本勝ち、国士舘高校が千葉の八千代松陰を破りまして決勝進出を決めました。この試合取ったポイントは全て寝技で相手を一本勝ちしました。初の決勝進出を決めました東京の国士舘高校、この後決勝戦では同じ東京、あの東京大会の決勝でも当たりました世田谷学園との決勝戦になります。いよいよ第16回全国高校柔道選手権大会は決勝戦を迎えます。初めての東京同士の決勝戦になりました。東京都予選の再現となりました。左側7回目の優勝を狙います、世田谷学園高校、一方初優勝を狙います国士舘高校。オーダーは世田谷が木下、向井、アンビル、三谷、青木、一方の国士舘は鹿野、佐藤、伊藤、今野、高橋。国士舘高校はポイントヒッターの2人を副将と大将に置きました。一方の世田谷は三本柱、アンビルが中堅、副将三谷、そして大将に青木。先方同士の対戦はまず木下、そして鹿野、赤い帯をつけているのが木下です。そして国士舘高校の方鹿野、右と右の相四つ、体型的にも木下180cm 110kg、一方の鹿野は178cm 115kg、似たような両選手先頭争いです。
京都予選の時は世田谷学園が2人残しでこの国士舘高校を破りました。石橋さん、はい、大熊さん、試合前の持田監督なんですがね、やはりいつもやっている相手だけに一番嫌だったかなという感じの表情でしたね、話でしたね、はい、一番慎重にならなくちゃいけないという話をしてました。で、国士舘の方は後ろにエースを固めてくるだろうと読んでまして、こっちが先行しておきたい、中堅アンビルあたりまでにリードをしておきたいという話をしてました。で、実は持田監督はですね、昨日29歳の誕生日だったんですよ。なるほど。で、お祝いしてないんで、今日優勝してそれと一緒に優勝した、あ、お祝いしたいという話もしてましたね。なるほど。誕生日のお祝い、全国優勝で飾ることができるかどうか。今年は三冠を狙いたいチームだと言っていたこの世田谷学園高校、まあ、本当に同じ世田谷区という場所にこの両校ありましてね。そうですね、もう東京都の支部予選から当たるんですね。お互い中学校時代からのライバル同士ですからね。でこの先鋒戦はですね、近野が今指導を取られましたからね、試合の流れはですね、このまま行っちゃうともうとんでもない方向に行く可能性もありますね。はい、石橋さん、はい、和田さん、一方の国士舘の岩渕監督なんですけど、まあ、正直言って世田谷のオーダーはちょっと読めなかったと、普通に考えるとアンビルと三谷が後ろに来るんだろうけど、うちは高橋の状態が今一つなんで代表戦はもう考えていないと、まあ、右と左ということで三谷と伊藤をぶつけられたらなという話を試合前してました。三谷と伊藤です。なるほど。このあたりももう一つ当たりませんでした。国士舘のリポートは KBC 九州朝日放送の和田アナウンサーが入れてくれましたが、近野が指導を取られています。要するにこの木下が効果一つを取ったのと同じことになります。この近野は東京との予選の時も結局この反則で敗れてるんですね。そうですね、少しやっぱり組み手のところですね、弱いところありますので技が出づらいですね。まあ、国士舘の岩渕監督としてはこの先鋒そして技法は引き上げてほしいというのが作戦でしょう。取れないまでも引き分けてほしいという願いがありますが、その近野が世田谷先鋒木下にポイントを奪われた形となっています。残り時間1分半になります。この決勝戦は4分で行われています。過去7回から9回大会3連覇、そして11回、12回、14回大会と優勝を飾っているこの東京の世田谷学園、一方初の決勝進出国士舘高校。ちょっとこの辺りお互いに技が出ません。木下の内股、手を入れ返そうというところ、しかしダメです。残り間もなく1分になります。近野はですね、もう攻めないといけないんですね、このままでいっても負けになりますから、もう何か取るか、あるいは取れないまでも、ね、もっともっと相手を疲れさせないといけないですね。八技のキレは今一つだか、出技にいいものがあるという近野、続かれまして効果を取られました。返されまして効果を取られました。これで効果ポイント2つ、世田谷の木下がリードを奪いました。残り40秒になっています。指導一つに効果一つ、もつれ合ったところだったですが、背負い投げに行ったところをですね、強引に返しています。はい、東京都大会の再現となりましたこの決勝戦、全国大会の決勝戦、先鋒戦、大事な先鋒戦です。木下が効果ポイント2つをリードしています。近野は取り返さなければいけません。強引に行きます。この辺りはもう強引に行くしかありません。近野残り10秒、ここで柔道着を直します。両選手が
昨日29歳の誕生日を迎えました持田晴也監督、世田谷学園 OB、 その後は日大に進みました。監督就任まだ1年経っていません。それまではコーチをしていました。試合時間終了。大事な大事な先鋒戦、世田谷学園高校の先鋒木下が効果ポイント2つで国士舘の近野を下しました。一人を抜いた後の世田谷学園、先鋒の木下、ここの国士舘と主砲の佐藤にはまだポイントが奪えません。むしろこの試合は佐藤の方の攻めが目立ちます。ちょっと体勢崩しましたが公開上のポイントにはなりません。国士舘もですねかなり寝技はやってるんですが、世田谷の方もですねもう寝技もうかなりしぶとくやってますからね、そう簡単にはいかないと思います。はい、残り1分半を切っています。終始この奥襟を持って攻めている感じの佐藤、佐藤も東京都大会はですね、三ツ矢との試合で引き分け寸前のところで竹に指導を取られて敗れました。こういったものが本当にこう苦い経験になりました佐藤。残り時間は間もなく1分を切ります。7回目の優勝を狙います東京の世田谷学園、一方初優勝を狙います同じ東京の国士舘高校。残り試合時間1分を切っています。試合時間は決勝戦は4分。残り時間が40秒になっています。木下に指導です。さてこれで国士舘の佐藤が効果ポイントを取ったことになります。大外刈りに行きました木下、今度は木下の攻めが激しくなります。という感じで国士舘の佐藤が狙い通り相手にね指導を取らせましたね。これが怖いんですよね国際ルールは、ちょっとでも守るとですね相手に一発目から指導が来ますからね、はい、本当に東京都大会では反則ポイントに泣いた佐藤がこの試合は逆に反則ポイントで世田谷を抜き返しました。木下に指導がありました。技のポイントはありませんでしたが国士舘高校が抜き返してこれでタイになっています。決勝戦全くのタイです。副将同士しかもポイントゲッター同士の対戦になりました。まずこの決勝戦は世田谷の先鋒木下が相手の先鋒近野を抜いてリードしましたが、国士舘の二校の佐藤が抜き返しました。その後技法同士の試合は引き分け、そして中堅同士注目されました大きなアンビルと小さな伊藤の試合も引き分け、これは国士舘の岩渕監督オーダーはちょっとというオーダーだったと思うんですがね、選手がカバーしてくれてますよね。ただですねこれで五分の勝負になりました。そうですね、世田谷はアンビルが一枚追い分だけですね有利だったんですけどね、全くの五分と五分ということになっています。赤い帯が三ツ矢、ともかくこの選手のいいのは前へ前へ出てくること。今度が払い腰を見せます。残り30秒を切ります。
います。三谷残り13秒、どうやらこの試合も引き分け濃厚になってきました。さあこの後は大黒柱世田谷は青木、一方の国士舘は高橋が控えています。試合時間終了です。お互いチームのナンバーツー同士の対戦でしたが、双方ともポイントはありませんでした。この試合も引き分けになります。非常に力の入りましたこの副将戦引き分け。いよいよこの古賀選手も見つめる中、試合は大将同士の対戦になります。高校柔道日本一はこの大将同士の試合で決着がつくのか。世田谷学園青木180センチ140キロ、一方の国士舘高校高橋183センチ130キロ、キャプテン同士、そしてチームの大黒柱同士の対戦です。最近のこの2人の対戦は東京都大会個人戦の決勝、この時はお互いに取りに行きましたが、青木が小外に来るところ高橋が内股で一本勝ちをしています。しかし高橋は昨日の個人戦はあまり元気がありませんで、高森に完敗を喫しました。上村さん、今日青木はこれが初めての試合になります。一方の高橋は2回試合をしています。このあたりの差はどうですか。そこのところはね、いい方に出るか悪い方に出るか、これやってみなきゃ分かんないんですね。まあ普通ですとね、1回ぐらい前にやってると気が楽になるんですが、ただどうしてもですね、初めてやる試合というのは緊張してしまうんですね。でこれも大舞台でここで勝負が決まるという試合ですよね。その心理がどう作用するかというのがこの試合のポイントになってくるんじゃないですか。ただ今みたいな逃げ方するといけないですね。はい、ともかく安定感はチーム一、この国士舘高校の高橋、ただ時々強引に行って自滅するケースもあるというこの高橋ですが、しかしチームを高校柔道日本一に導くためには多少の強引さは必要かもしれません。おっと、ここハロワイ最初のポイントにはなりません。いいタイミングで取りましたけど腹ばいに逃げられましたね。あれで少しでもですね、気持ちを引くともう効果入るんですけどね。大きい割には勘がいいというこの青木です。まだ両選手に指導が与えられただけ、右と左展開になります。高橋は内股を狙いますが場外。試合開始から1分50秒が経過しています。世田谷の前方の木下が一旦はリードを奪いましたが、すぐに国士舘主砲の佐藤がそのリードを奪い返しました。その後は引き分けが3試合続いています。両選手とも釣り手はがっちり取っていますが引き手が取れません。試合時間の半分を過ぎています。残り1分45秒。お互いに慎重になってますね。まあ、決勝戦になるとですね、どうしても安全圏で勝ちたいという気持ちが起こってくるんですね。それがこういう消極的な試合をさせてしまうんです。ただ勝つためにはどこかで勝負しないといけないんですけどね。両選手に注意が与えられました。140キロの青木対1分23秒です。青木は中学時代160キロありました。これを稽古で140キロまで減らしてきました。こういった風貌からチームの中では金太郎なんていうニックネームをついていますが、ど
高橋が少し元気ないですね。どうも昨日の個人戦からそうなんですね。あ、そのあたり、これは原田裕樹が効果にはなりません。微妙なとこですね。残念がっているのは世田谷学園の選手たち。払い腰って大内刈りに変化してるんですよ。腹前ですね。残り1分を切っています。両選手に注意が与えられているだけ、まだ両選手のポイントがありません。ちょっと高橋に元気がない。このあたり高橋本調子がないという先ほど和田アナウンサーからのリポートもありました。しかしこれを試合が引き分けになって代表戦でももうこの2人に間違いないですからね。そうですね。まだあの互い今度は僅差の勝負をしないといけないですからね。もっと厳しくなりますよ。チームのキャプテン、そしてエース同士の対戦は30秒を切りました。まだ両選手にポイントはありません。高橋の内股、潰れます。残り12秒。本当にお互いを知り尽くした力がある同士の対戦、見応えがありますが、どうやらこの試合も引き分け濃厚。ここで試合終了のブザーが鳴りまして引き分け。結局先方が抜いてそれを抜き返した。その後は4試合連続の引き分け。東京同士のこの世田谷学園対国士舘高校の決勝戦、大将同士も引き分けてこれから代表戦になります。第16回高校柔道選手権大会決勝戦、代表戦は大将戦と全く同じ顔合わせになりました。赤、青木選手、お互いにも汗びっしょりになっています。先ほど大将戦を4分間戦ったばかりの両選手、左から青木、そして右から高橋。この代表戦は僅差の幅判定もあります。勝負はつきます。まず青木が内股を見せましたが場外。このあたり上村さん、この僅差の旗判定で絶対に勝負の決着がつくということで、この代表戦で心理違いますか、選手の。全然違いますね。だからですね、ポイントを取ることも考えますけど、もちろんその技の不決数でも勝つこともですね、前提に置きながら戦っていきますからね。この試合の流れはガラッと変わってきます。現在のところ技の掛け数では青木が一つじゃリードしたことになるわけですね。僅差の判定になった場合を考えると、まあ、ああいうふうに腹ばいに落ちてしまうとですね、何もなかったら判定の材料になっていきますからね。はい、両者に指導です。ただスピード決めてほしいですね。日本の高校生を代表するポイントゲッター同士の試合、この辺りも当たりも青木が攻めて、どうも高橋が受けに回っています。高橋も一発を持った選手ですからね。東京都大会の個人戦ではこの青木から一本勝ちをしました。高橋その内股を抜けますがダメ。現在のところ技の掛け数では青木が上回っています。まもなく試合開始から1分を経過しようとしています。こういう場合こう腹心そして主審ともこの技の掛け数っていうのはね、指からこう覚えてるわけでしょ。もうどうしようもない時にはですね、本当に数える時あるんですよ。ただあのお互いにですね、かなりその重量級の選手で威力を持った技を持ってますから、腹ばいとかですね、そういうのが、まあ、このポイントになってくると思いますね。はい、初めての東京同士の決勝戦、そして東京都大会の決勝と同じ顔合わせとなりました。この世田谷学園対国士舘高校、青木がちょっと鼻血を出しました。
い汗びっしょりになっています。試合時間1分を経過。若干ここまでは青木の攻めの方が目立っています。青木の払い腰は潰した高橋。寝技が得意な国士舘高校ですが、この140キロの青木はなかなかひっくり返すことはできないでしょう。しかし岩渕監督が声援を送る中、高橋が懸命にこの青木をひっくり返そうとしています。待て待てがかかりました。1分半を経過しました。国士舘の初優勝がなるのか。一方7回目の優勝、2年ぶり7回目の優勝を狙います。東京の世田谷学園、国士舘としては本当に前方から中堅よく頑張りました。このあたりはちょっと技が出ません。両選手お互いに指導が与えられていますが、試合時間は残り2分6秒。まず青木に注意、そして高橋に注意です。エースの意地と意地のぶつかり合いになりました。この代表戦、右の足を飛ばします青木。内股の高橋、待てがかかりました。残り2分を切っています。さあ今からが勝負になりますよ。はい、もうこれからですね、お互いにもう4分すでに戦ってますからね、疲れが出てきますから、ここでやっぱ歯を食いしばって踏ん張った方が肩の判定をものするでしょうね。お互いに本当に中学時代から試合は幾度もしています。青木の払い腰潰されました。残り時間が1分半を切りました。前半は青木の攻めが目立ちました。しかし中盤からここまで今度は高橋の方が攻めています。どちらかというと本当に後半攻めた方がね、そうですね、印象が良くなりますからね。印象は残りますからね。お互いにポイントは奪えないまま終わってしまうんでしょうか。倒れた効果を取った青木。今のは上手かったですよ。世田谷学園青木が効果を取りました。アイスバターで効果を取りました。そして待てがかかりました。そして残りはちょうど1分。今のは青木が払い腰いったんですね。返されそうとしたところを大内刈りで切り返して、なるほど、大内刈りで効果を取りました。青木世田谷学園が2年ぶり7回目の優勝へ大きく近づけました。ただ青木はここで守ろうとするとですね、次に来るのは警告なんです、そうするともう試合をガラッと変えてしまいますから、守っちゃいけないですね。そうしますともう高橋はどんどん行くしかないわけですよね。払い出し込み、これも効果、青木が2つ目の効果を取りました。残り31秒。今のは強引に巻いていってますね。ちょっと話が激しくなりました。今までですとこれで腰を切ってしまうんですが、丸くなってついていってしまったですね、そして背中をついてしまって効果を取られました。その前には大内刈りで効果を取っていますこの青木。優勝まで残り31秒。一方逆転なるか、逆転の初優勝なるか国士舘高校。全てはこの高橋にかかります。試合再開、青木が効果2つリードを奪っています。世田谷学園リード。倒れましたがこれは勝負にはなりません。残りが20秒を切りました。もうこれは高橋は何とか起き上がらなければいけません。残り12秒。もう高橋には残っているのはワンチャンス。
黒部を切ります。まだ青木が攻める。高橋の内股捉える。そして時間終了。世田谷学園2年ぶり7回目の優勝です。エース同士のこの代表戦決着つきました。がっくり国士舘高校頑張りましたが今一歩及びませんでした。青木が大内刈り、そして払い巻き込み、効果を2つ取りました。世田谷学園が7回目の優勝です。いや見応えがありましたが最後は青木がポイントを取って決着がつきました。いい試合でしたね。場内のですね、拍手を見てください。はい、お互いですね、よく健闘したという拍手でした。力を出し尽くしましたよね。まあ、引き分けが多い試合でしたがその分見応えもありました。さあそれでは優勝インタビューです。7度目の優勝を果たしました世田谷学園ですが、いや決勝戦はもう胃がキリキリ痛んだんじゃないですか。そうですね、まあ、都大会からですね、まあ、同じ対決になったわけですけども、知り尽くしている分だけですね、こちらも硬くなってた部分があって、欲しいところで点が取れなかったっていうのがありました。まあ、そういうところをですね、これから補って、まあ、近周期インターハイに必ずつなげてですね、今年は必ず子どもたちもですね、参観すると言ってます。で、まあ、口で言ってですね、それを達成することの難しさっていうのを痛感してますんで、今年はまあ、終わるまで気抜かないで最後まで行きたいと思います。まあ、去年この大会は準決勝でちょっと悔しい負け方をしてしまって、その分今年は入れ込み方が違ったんじゃないですか。そうですね、本来の自分の姿が出せなかったまま終わったというのは印象があったんで、子どもたちに、まあ、何をしたいのかということを言いましたらですね、その練習からしか生まれてこないということを、まあ、肌で知ったと思います。相当過酷な練習してきましたけれども、日本一の練習の成果が実ったと思います。監督としては初めての優勝ですが、その気持ちはどうですか。今回で、代役を仰せつかったわけですけども、友野先生がですね、気づいてくださった土台というものをしっかり守りながら、これからも名門と言われる世田谷学園を守っていきたいと思っております。どうもおめでとうございました。そして最後代表戦頑張りました青木くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。最後、高橋くんとやると代表戦をやらなくちゃいけないと、どんな気持ちで迎えましたか。自分前都大会で個人戦で高橋くんに負けてたんですけど、絶対大将として必ず勝とうと思って全力で行きました。まあ、今日は決勝戦まで出番がなかったわけですが、その辺不安はありませんでしたか。はい、いつでもいいように待ってました。今日はチーム選手としてはみんなどんなことを言ったんですか。いや、全力で自分たちの力を出せば必ず優勝できると思ってみんなと団結していました。監督、昨日誕生日だって知ってました。いや、知らなかったですか。昨日29歳のお誕生日だったということでございまして、ね、いいプレゼントしましたよね。はい、どうも本当におめでとうございました。ありがとうございます。上村さん、こうメンバー的には1枚足りないかなと言われた国士舘の本当に健闘で、こう派手さはないんですけどもね、緊張感あふれる決勝戦になりましたよね。そうですね、もう久しぶりにですね、もう燃えましたね。アンビルとやった伊藤の頑張り、はい、それと代表戦と、本当に手に汗握る思いがしました。本当ですね。そんな中で世田谷学園の7回目の優勝も、これも本当に立派です。そして2位の国士舘高校も本当に頑張りました。そして3位は神奈川の東海大相模高校、そして千葉の八千代松陰高校と、なんと関東勢がベスト4を独占しました今年の高校柔道選手権でした。まあ、来年の大会はぜひとも伝統の奈良の天理高校、そして福岡勢、この辺りの巻き返しを期待したいと思います。それではそろそろこの日本武道館からお別れしたいと思います。上村さん、どうもありがとうございました。
来る。